どうもこんにちは。今回は平日5日間の我が家の夕飯を動画にしました。早速1日目です。1日目のメニューは鶏とほうれん草のトマトクリームパスタ、ブロッコリーとカニカマの卵サラダ、ガーリックトーストです。まずサラダのブロッコリーをカットしていきます。このダイソーの温野菜容器に少しの水と一緒に入れて3分半から4分チンします。チンできたら冷水にさらして粗熱を取り、ペーパーで水気を拭き取ってボウルに入れていきます。ゆで卵は半分にカットしてから、カニカマは手で裂きながら入れていきます。マヨネーズと塩コショウで味を整えたら、ブロッコリーとカニカマの卵サラダの完成です。続いてガーリックトーストです。バターを20秒ほどチンして柔らかくしておきます。そこにニンニクのチューブを適量入れてよく混ぜ合わせます。食パンやフランスパンなどお好みのパンに先ほどのガーリックバターを塗っていきます。まんべんなくパンに塗れたら上にパセリを振りかけておきます。ここまで準備しておけば、あとはトースターで焼くだけです。続いてパスタの具材を切っていきます。しめじの石づけをカットします。そして鶏もも肉を食べやすい大きさにカットしていきます。鶏肉の代わりにベーコンやエビを入れても美味しいと思います。ほうれん草もザクザク切っておきます。子供たちが保育園から帰ってきたら、この具材と生クリームとカゴメのトマトソース缶を使ってパパッとパスタを作っていきます。保育園から帰ってきて先にお風呂に入りました。オリーブオイルを熱したフライパンで先ほどカットした具材を炒めていきます。ほうれん草は後から入れます。横のコンロでパスタを茹でるお鍋も用意しておきます。鶏肉に焼き色がついたらトマトソース缶を加えます。カンカンの壁についているトマトソースももったいないので、少し水を加えて流し入れます。コンソメ、おろしニンニク、ウスターソースを適量入れて味を整えます。ほうれん草も加えてよく混ぜ合わせます。このカゴメのトマトソース缶はある程度味がついているので、本当に味が取りやすいです。横のお鍋が沸騰したので塩を加えてパスタを湯がいていきます。トマトソースに生クリームを加えてよく混ぜ合わせ、火を消します。パスタが茹で上がったら水気を切って、横のトマトクリームソースと混ぜ合わせます。味見をして薄いようであれば塩で調整します。同時にガーリックトーストも焼き上がりました。はい、1日目の夕飯はこんな感じで洋食メニューでした。子供たちもスパゲッティとガーリックトースト完食してくれました。続いて2日目の夕飯です。今日のメニューはご飯、ヘレカツ、春雨サラダ、きのことわかめの味噌汁です。お昼のうちにお米を洗って炊飯予約しておきます。まず春雨サラダを作っていきます。春雨を10分ほど茹でます。冷蔵庫で冷やすと少し固くなったりするので、袋に表記されている時間よりも少し長めに茹でることをおすすめします。人参を千切りにして、またまたこのダイソーの温野菜容器に少しの水と一緒に入れて3分ほどレンジでチンします。きゅうりも千切りにして軽く塩を揉み込み、余分な水分を出しておきます。ハムも細く切っておきます。春雨が茹で上がったら、さーっと流水にさらして粗熱を取っておきます。ボウルにカットした具材と春雨を入れます。きゅうりと人参はしっかりと水気を切ってから混ぜ合わせます。味をつけていきます。みつかんの簡単酢、塩コショウ、マヨネーズ、ごま油を少し加えて混ぜ合わせていきます。メーカーは何でもいいんですけど、砂糖の入ったこれ1本みたいなお酢を使うと味が取りやすいです。ヘレカツの横に添える千切りキャベツも切っていきます。生野菜が苦手なお子さんは耐熱容器に入れて軽くチンして、塩コショウを混ぜてあげるとソテーみたいになって食べやすいと思います。洗って付け合わせ野菜の準備ができました。続いて味噌汁を作っていきます。冷蔵庫に残っていた大根としめじと乾燥わかめの味噌汁にしようと思います。私はいつもだしパックと粉末のだしと一緒に味噌汁の具材を炊いていきます。野菜が柔らかくなったら味噌を溶かしていきます。味噌汁の味が整ったら、最後に水で戻したわかめを加えます。
続いてヘレカツの準備をしていきます。このヘレブロックめちゃくちゃ安売りしてたので買って冷凍しておきました。斜めにそぎ切りしていきます。やっぱりねヘレは柔らかいし脂身も少ないので子供も食べやすいと思います。麺棒で軽く叩いたら両面に塩コショウを振りかけておきます。バットに小麦粉、卵、水をいい感じのとろみ具合になるまで混ぜ合わせてバター液を作っておきます。普通だったら小麦粉、卵、パン粉の順に3工程で衣付けしないといけないと思うんですけれども、バター液を作ることで2つの工程で済みます。卵もたくさん使わなくて済むのでおすすめです。思ったよりもたくさんできたので半分はタッパーに入れて冷凍しておきました。あとは食べる直前に揚げていくだけです。やっぱり揚げ物は揚げたてが一番美味しいですよね。ご飯も炊き上がりました。ヘレカツの油が切れたら食べやすいようにカットしてワンプレートに盛り付けていきます。はい、2日目の夕飯はこんな感じです。お皿にはねヘレカツ2枚ずつ盛り付けてるんですけれども、子供たちめちゃくちゃおかわりしました。いつも夕飯のおかずで余ったものは次の日のお昼に私が食べてます。次男がこの春雨サラダ大好きでいっぱい食べてくれました。はい、続いて3日目の夕飯です。今日のメニューは炊飯器でオムライス、クラムチャウダー風スープ、ブロッコリーとエビのカレーソテーです。まずはスープを作っていきます。具材は何でもいいんですけれども、玉ねぎ、じゃがいも、人参、しめじ、ベーコンをコロコロに切って鍋に加えていきます。本物のクラムチャウダーはバターや小麦粉を使ってシチューのようにとろみをつけるんですけれども、あっさり仕上げたかったので今回は使いません。あっさりの水煮缶も鍋に汁ごと加えます。キャベツも1センチ角ぐらいに切って水で洗っておきます。キャベツは後入れします。鍋にコンソメを加えて具材が柔らかくなるまでコトコト炊いていきます。その間にオムライスの準備をしていきます。お米2合を洗ってしっかりと水気を切っておきます。前回のクリスマスレシピ動画でライスコロッケを作るときにケチャップライスの作り方で紹介したものと同じものです。ライスコロッケ作ったよっていう報告たくさんありがとうございました。玉ねぎと人参をみじん切りにしていきます。ウインナーやベーコンでもいいんですけど、今日は鶏肉でチキンライスにしようと思います。鶏もも肉も細かく切っていきます。炊飯釜に水 350ml、 塩コショウ適量、コンソメ小さじ1、オリーブオイル大さじ1、ケチャップ大さじ4を加えます。しっかり混ぜ合わせたら上に切った具材を乗せて普通炊飯モードでスイッチオンします。スープの具材が柔らかくなったらそこにキャベツも加えてさらにコトコト煮込みます。キャベツも柔らかくなったら塩コショウと牛乳でもいいんですけど、私は豆乳を加えました。野菜とアサリの旨味たっぷりのクラムチャウダー風スープの完成です。続いてブロッコリーとエビのカレーソテーを作っていきます。ブロッコリーを食べやすい大きさにカットして3分半から4分レンジでチンします。あと安売りしていたブラックタイガーのエビを半分使います。殻を剥いて背ワタを取っていきます。ここまで準備しておけばあとは炒めるだけです。オリーブオイルを熱したフライパンで片栗粉を軽くまぶしたエビを焼いていきます。あればマジックソルト、なければ普通の塩コショウを振りかけてエビを裏返します。ブロッコリーも加えて塩コショウを振り、お酒を回し入れて蓋をします。エビに火が通ったらカレーパウダーを振りかけます。このバーモンドカレーのカレーパウダー何度も登場してるんですけれども、甘口なので子供でも食べられます。はい、ブロッコリーとエビのカレーソテーの完成です。はい、チキンライスも炊き上がりました。味を見て薄いようであればケチャップを後から足します。私はケチャップとウスターソースも少し足しました。フライパンで炒めなくていいのでめちゃくちゃ楽です。あとはオムライスの卵を焼くだけです。卵、牛乳、塩コショウを混ぜて焼いていきます。我が家のオムライスはいつも巻くのではなく、ふわとろ卵にしてチキンライスの上に乗せるだけです。はい、3日目の夕飯はこんな感じです。
大人も子供も大好きなオムライス、ペロリと食べてくれました。このクラムチャウダー風スープは余ったので、次の日の朝にも飲んだんですけど、美味しかったです。それ食べたら、じゃあそんな顔になって。すごい食べた。お前オムライス通りの顔になったやん。せいちゃん好きなエビあるで、エビ。一人でさっき食べたから。もう食べた。うん。でも一個ある、隠れてる。入った。うん、あ？はい、続いて4日目の夕飯です。今日はね、外出していてご飯の下ごしらえが何もできてなかったので、レトルトカレーを使ってカレーうどんにしようと思います。子供の甘口用と大人の中辛用で分けて作っていきます。鍋に市販のうどんだしとレトルトカレーを入れます。沸騰したら水溶き片栗粉を加えてとろみをつけます。おにぎりも作っていこうと思います。ご飯に鮭フレークと塩を少し加えて混ぜ合わせ、握っていきます。冷蔵庫にちょっとだけレタスが余っていたので、パパッと簡単なサラダも作っていこうと思います。きゅうりとレタスを細く切ってサラダボウルの中で混ぜ合わせます。サラダにごま油、醤油、鶏ガラスープの粉末、ごま、あと韓国海苔フレークを加えて混ぜ合わせます。トマトと海苔を盛り付けたらチョレギサラダの完成です。冷凍うどんをチンしておきます。カレーうどんのお出汁にうどんを加えます。子供たちカレーうどんが大好きでよく作るんですけれども、レトルトカレーを使ってるとは思えないほど本当に美味しいし、レトルトカレーを使うことで大人の辛口と子供の甘口と分けれるのでおすすめです。はい、4日目の夕飯はこんな感じです。保育園から帰ってきてバタバタの夕飯だったんですけれども、大人も子供も大満足の食卓になりました。はい、最後5日目の夕飯です。5日目のメニューはご飯、肉じゃが、塩サバ、茶碗蒸しという和食メニューです。まずは肉じゃがの準備をしていきます。具材をカットしていきます。ぬか型の鍋に油を熱し、牛肉を炒めます。そこに玉ねぎと人参も加えて蓋をし、玉ねぎが透き通るぐらいまでよく炒めます。玉ねぎと人参が柔らかくなったら、糸こんにゃくとじゃがいもも加えます。そこに目分量なんですけれども、水、酒、みりん、だしの粉末、砂糖を加えて蓋をし、コトコト炊いていきます。最後に醤油を加えて味を整えます。じゃがいもが柔らかくなったら火を消して味を染み込ませます。続いて茶碗蒸しの準備をしていきます。エビ、鶏肉、かまぼこ、茹でたほうれん草を容器に入れていきます。ボウルに卵2個を溶きほぐし、だしの粉末1袋が 6g、塩小さじ3分の1、みりん小さじ1、水 360ml を加えて混ぜ合わせます。よく混ぜ合わせたら、茶こしでこしながら容器に入れていきます。蒸し器やレンチンでもいいんですけれども、我が家のオーブンは茶碗蒸し機能があるので、それで作りました。いい感じにプルンプルンに出来上がりました。肉じゃがもしっかりと味が染んで美味しそうです。あとは食べる直前に塩サバを焼きました。油が乗ってて美味しかったです。はい、ワンプレートに盛り付けて5日目の夕飯はこんな感じの和食プレートになりました。茶碗蒸しは先ほどの分量でこの容器4個分取れました。というわけで今週も1週間お疲れ様でした。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。
speak to me